ようかせやろ。J ステージの後楽園が決まったぞ。9月の12日やかせやろ。チェックするかせやろ。そう、J ステージがいろんなところからの寄せ集め興行だから、俺たちもなんかだんだんちょっと気になるやつが、他のとこで会えないやつ会いたくなってきたよね、ブラザー。そういや、お前この前の会見で後楽園ホールに出場選手が発表されていったね、ドクドクと。やっぱり後楽園だけにビッグな選手が登場してきたね。例えば高木慎吾とかなかったやろ。おい、あいつが俺の庭にチェーンステージに来たってことは俺が黙ってるわけいかへんねんね、カズやろ。今日はこうやってチャンピオンベルトも手に入れたしな。おい、これでチェーンステージこそ格がついたってことでよ。おい、行くからな、しっかり。次はそれまでにも大会があるからよ、必ずチェックしとくようにな、カズやろども。